阿波池田駅は、徳島県三好市池田町サラダにある、四国旅客鉄道土産線の駅である。線路名称上では、土産線単独駅であるが、隣の筑田駅から分岐する、徳島線の列車も当駅を、運転系統上の起点としている。そのため、土産線と徳島線の双方の駅番号が、割り当てられており、土産線は D2 に、徳島線は、 B25 である。三好市における主要駅であり、四国真ん中千年物語を除く全特急列車が停車する。駅ホーム3.4番ホームにあるかずら橋の模型駅の西の山から見る駅構内。一番左側は、駅舎ホームは、相対式一面一線、島式二面四線で合わせて三面五線ある地上駅。なお、 四国内の JR 駅で5000以上のホームがある駅は4面9線の高松駅と当駅のみである。相対式ホーム1面は駅舎に直結しているが、島式ホームの2面は古選橋にて連絡。もともとは島式2面4線であったが、バリアフリー対策としてスロープを併設した相対式ホームの現一番線を新たに設置、2011年3月より、 使用開始した。このほかホーム南側に留置側線が多数ある。終日社員配置駅。土産線、多度津高知間の運行管理を行う側は、池田駅制御所が併設されている。駅舎内には、緑の窓口が設置されているほか、コンビニ、セブンイレブンキオスクがある。トイレは、改札外に、男女別推薦式が設けられている。 かつてはホームにのみ電照幕式の発車案内が設置されていたが後に撤去され、新たに LED 式の発車案内がホームと改札口に設けられた。4.5番ホームに矢のカズラ橋の模型がある。駅スタンプは1980年代半ば頃に東南にあって、以降は同じデザインのものは設置されていなかったが、臨時列車。 タラボケ号を企画した鉄道カメラマンの坪内雅美が、当時のものを復刻し、2012年に寄贈した。運転系統上の境界駅であり、どのホームも全方向への発車に対応している。おおむね、1番線、または2番線が、土産線特急、3番線が、徳島線特急、3番線、または5番線が、徳島線普通列車という使い方がされるが、 土産線普通列車については、発着番線が一定していない。土産線と徳島線が合流するのは当駅から一駅隣の筑田駅だが、特急列車は通過する。このため、徳島線徳島方面と土産線たど津高松方面を利用する場合、特急列車同士の乗り換えと、特急列車から普通列車に乗り換えと、普通列車から特急列車に 乗り換えの場合は、分岐駅通過の特例により、筑田駅と当駅間を往復できる。ただし、当駅での途中下車はできない。土山線の普通列車は、おおむねあたり駅を境に、系統が分割されているが、接続は、あまり良くない場合が多く、中には、接続時間が2時間近くにわたる事例もある。なお、当駅における、土山線の普通列車の最終列車は、 下りの土佐岩原苑高地、井の駅が当駅17時48分発、上りの琴平駅が当駅18時39分発と、非常に早い。駅前タクシー乗り場駅車正面にある、駅前通り商店街あたり駅周辺は、鉄道の開通や接続する、バス路線の整備とともに、四国の交通上の要所となって発達し、1922年には、 人口9434人の町に旅館が45件も存在し、県庁所在地の徳島市や、開港のある小松島市の人口1万人あたり9.3件を上回る宿泊地となった。だが、土産線が開通して、当駅での鉄道からバスへの乗り換えに伴う宿泊需要が消滅したことから、1976年には21件へ半減することになった。 コロナ禍になる直前までは、大ボケ、イヤ地区を観光する、外国人旅行客による、宿泊需要が増えたこともあり、JR 四国は、駅前通り商店街にあった空き家を改装し、簡易宿泊所、4S ステアは池田駅前を2018年11月に、オープンさせた。駅を発着する、大ボケイヤ系定期観光バスいずれも、四国交通徳島県統計所によると、 一日平均乗車辞任は、下記の通りである。当駅のある池田町サラダという地名は、新地名として知られる。ありがとうございます。